リュールは、フランス、ブルゴーニフランシュコンテ地域圏、オートイコールソール圏のコミューン。ほぼ、ボージュ山地のふもとにあり、ブザンソンへは 80km、ベルホールへは 30km 離れている。リュール、ブズール、陸西ユレバンの3カ所を結ぶ、主要道路はしばしば混雑する。リュールは、アルザスやロレーヌへ向かう高速道路や主要道路の途上にある。 A36 とは4 0トルしか離れていない。町の郊外には大小様々な池が点在する。そのうちのいくつかはかつて砂利を掘り上げた後の窪地に浸水したもので、水位の最高点は5メートル下に下がっている。残りの池のほとんどは氷河期のものである。それらは深さの平均が6メートルであり、岸は比較的急である。 817年のエクスラ・シャペルの協会会議で、初めて現在のルールについて触れられたとき、その名はルターホであった。843年のベルダン条約、870年のメール戦条約においても町の名が引用されていた。コミューンの名は中世以来様々に記されてきた。ルトラルトラ、1289年にルトラ、ルドレンスサム。 1374年にルダー、ルスは、ローラ、ラーラ、リアー、ルヤ、15世紀に現在のルアーとなった。19世紀にメロビング長期のサルコファガスが発掘された。451年にフン族が引き起こした混乱に続いて、ブルグント族がこの地に高級的に定住した。その後、534年にフランク族が地域一帯を手中に収めた。 7世紀初頭、アイルランドの聖職者コルンバヌスが12人の信者を連れてこの地域に定住した。610年に彼が陸生ユから追放されると、信者たちは各地に分散した。そのうちの一人である聖デルは旅を続けるうちに疲れ果て、リュールとなる土地に定住し、礼拝堂を建てた。620年にデルが死ぬと、リュールの名声が指令渡った。 しかし8世紀には、デルの建てた、礼拝堂は、所在がわからなくなっている。サラ先人ンンが侵攻した際、修道士たちは虐殺され、修道院の回廊は15年もの間放置されていた。ロタール一世死後の870年、王国は分割され、リュールは、ルートビヒ2世の王国に組み込まれた。14世紀に、貴族の世界では、不安が続き、ブルゴーニュ公国が、 リュールを攻撃する口実が見つかった。したがって、多くの要塞が1340年以降に建設されることとなった。1343年、修道院長の指揮により、修道院は、レンガ壁で補強され、外側は二重の堀で囲まれ、塔が付け足された。防衛設備は三つのバスティオンの門を搭載したもので、これは17世紀まで残っていた。1695年に、 ルイ14世が壁の取り壊しを命じ、作業は1758年まで続いた。また、修道院建物はフランス革命後に国有化された上売却され、新たな所有者が建物に使われている石材を建設資材とするため破壊した。1474年、ブルゴーニュ公の支配下に入ったリュールは、その後ハプスブルク家を領主とした。1674年、 フランスのルネル公爵がルイ14世の命令でリュールを占領した。ドイツ諸公はもはや修道院の保護者ではなく、1679年にフランシコンテ全体がフランス王国に併合された。併合当時のリュールは壁と堀に囲まれており、その地理的位置はアルザスの要塞トライン軍のために備蓄倉庫を作ろうとしていたルイ14世の関心を引いた。計画は出されるが、 実行はされなかった。1814年1月、オーストリア軍がリュールに入場した。町は半年間200人から450人の駐屯する兵士たちの日々の需要に応じなければならなかった。町は1815年の7月8日から10月22日まであった軍病院の費用も負担していた。1814年の占領時には、 ロシア大抗コンスタンチン・パブロビチがリュールに滞在していた。この期間は経済的に悲惨な状況だった。設置されている駐屯地に加え4ヶ月もの間7万人の兵士たちとほぼ2万4000頭の馬がいたからである。二度の占領で町は借金を重ねた。この時期で8万フランが費やされた。 1870年代のリュールは大きな町にあるような二つの鋳造所が、あり織物工業や川め飯が行われていたものの、小さな農業の町であった。1857年から1858年に建設されたパリ、ベルホール場の鉄道が現れるまでは、工業は繁栄しなかった。 1870年の不仏戦争によるアルザスロレーヌ併合後、アルザスの事業者たちがこの地域に移住してきた。最初の下水道は1913年から建設された。参照元 INSEE。ありがとうございます。